はい、皆さん、一緒です。この一般的な社内からの秘密や可能性の話を紹介することを取っております。はい、本日もですけども、どこでもできる股関節トレーニングについてね、紹介していこうと思っております。まあ、股関節のトレーニングというとね、一般的には可動域広げる系が多いかなと思います。なんとなくね、こう体をこう動かしていくような、こう可動域を広げていくようなイメージが多いと思うんですけども、実は股関節の機能を高めるにはですね、可動域以上に重要なことが一つあります。それは何かと言いますと、股関節の場所をクリアにすること、いわゆる股関節の感覚を高めることになります。まあ、どういうことかというと、股関節ね、骨盤の関節ですね、寒骨臼に対して、大体骨とかの丸いとかですね、これがカポってはまっている形でこうグリグリ動くような構造になっているんですけども、この、ここですよね。ここの場所がどれぐらいちゃんと分かってるか。ここですよーってちゃんと分かる、あ、ここでくる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 動いてるのが分かるなーっていうのが分かれば分かるほどに股関節の機能というのは結構上がります。思ってる以上にこの場所がずれてたりとか、まぁ、ちょっとね、2ミリとかね、3ミリとかずれたりとか、大きい人だってね、3センチとかずれてる、もうめちゃくちゃずれてる人とか、もうそもそも股関節どこにあるか分かりませんみたいな方はですね、股関節の機能がですね、どうしても上がりづらくなります。いくらね、開脚とか広げても、実際使うときは股関節うまく使えないみたいなことが起こってしまいますので、今回はですね、どこでも気軽に簡単に行える股関節の感覚を高めれるトレーニングですね、紹介していければと思っております。では始めていきます。はい、それでは実際にやっていこうと思います。股関節トレーニングですね、今からやるんですけども、それより前に一つやっていただきたいことがあります。それは何かと言いますと、ズボンのウエストを上げることになります。これなんでかと言いますと、一回ね、試してみてください。ズボンのウエストね、低い状態でもも上げするのと、ウエストをしっかりと上げた状態で、もも上げするの。どっちがやりやすいですか？ほとんどの人がですね、ウエストを上げた方がやりやすくなると思います。これなんでこんなことが起こってるかというと、実は骨盤のイメージなんですよ。股関節っていうのはあくまでも骨盤の中にあるので、骨盤のイメージが下にずれてると、股関節のイメージも下にずれてしまうんですよね。で骨盤ってじゃあどこにあるんだって言ったらですね、脇腹ですよね。ここをグッと指に入れてもらって、その下にコンと下ろしてもらうと骨が当たると思います。ここに骨盤の上部ですね。があります。もうここにあります。なので、思ってるよりもね、結構、あ、上にあるかもって思った方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。その方はですね、普段骨盤のイメージが下にずれてて、そのまま股関節のイメージも一緒に下にずれてしまってるがゆえに、股関節の感覚がですね、うまく作れてない方になりますので、それの一因に、もうもろこのウエストラインがなります。ウエスト下げちゃうと骨盤のイメージも下に下がって、股関節のイメージも下に下がって、股関節使いにくいみたいな。ウエストしっかり上げてあげると、股関節のイメージも高くなって、股関節が使いやすくなるみたいな感じになりますので、股関節のトレーニングをする前に、まずはウエストを上げるってのはですね、まず準備として必ずやってください。で、そしたらですね、実際に股関節の感覚を高める練習ですね、何をするかと言いますと、股関節の8の字トレーニングをやっていきます。まあ、8の字っていうと、まあ、縦の8の字っていうよりは、まあ、横ですね。まあ、無限のマークみたいな。こういう動きですね。こういうイメージで、股関節を動かしていきます。まあ、こういうイメージですね。股関節で、こう8の字をこう書くようなイメージで、動かしていきます。こういう感じですね。で、ポイントなのは、膝とか前ももで、こうやって膝をこう動かそうとか、前もも動かそうとか、そういう風にするんではなくて、あくまでも、この根っこの股関節ね、骨盤のとこにはまり込んでいる、この股関節のこの部分、大腿骨の部分、このくるくるしているところを、8の字方向に動かすイメージで動かしてください。ここですね。ここを動かしてあげるっていうのが、すごく重要なポイントになってきます。言いましょうか。なかなかできない。足なんか動かないな、みたいな方はですね、まずおすすめなのは、壁ですね。壁を触ってください。特に動かす側の足ですね。例えば右の股関節やりたかったら、右手で触って、その状態で8の字トレーニングをしてください。まあ、こんな感じでやってください。そうすると、何もない時があるとね、やりやすくなるかなと思います。まあもちろんバランス取りやすいっていうのもあるんですけども、無駄にね、中殿筋とか他の力みでね、バランス取ろうと思っていろんな力みが出てしまって、逆に股関節ね、使いにくくなったりしますので、まずは股関節感覚高めには、まあ、どっかに補助していいので、補助した状態でできるだけ力みなく8の字に動かすようにしてください。で最初はですね、なかなかぎこちないかなと思ったりするんですけども、まあ、とにかくどこでも簡単にできますので、まあ、一日の中で隙間でね、まあ、ちょっとなんかフラーって歩いて、なんかとか待ってる間とかに、ちょっと動かしてみようとか、
やってもらって、あ、ちょっと8の字動くな、みたいな。こうやって高掛けたら恥ずかしかったら、この辺とかでも全然いいです。低いところとかでもいいので、あ、ちょっと8の字動かしてみよう、みたいな。あ、動く動く、とか、いう風にやってもらって、ちょこ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 やってみてください。そうするとですね、股関節の感覚がどん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 高まって、最初に比べると、股関節どこですかって言われた時の、あ、この辺に股関節あるかも。このはまり込んでくるくる動くとここにあるかもっていうのが分かってくるかなと思いますので、うまく取り組んでみてください。で、股関節が高まったらですね、最後、できればですね、これはまあ最後は一押しですけども、大腰筋によるもも上げの練習を加えてみてください。まあ、どうやってやるかっていうと、まあ、めっちゃシンプルですね。歩きながら、ももをしっかり上げる。まあ、実際の股関節ですね。歩きながら股関節をしっかり動かすっていうのを、やってください。こういう感じですね。で、これがなんでやっていただくかというと、実は股関節の感覚を高めるとですね、大腰筋を使いやすくなりますので、せっかくね、股関節のトレーニングをしたら、そこからね、さらに大腰筋のトレーニングをやってしまえば、パフォーマンスガッと上がるわけですよ。しかも、大腰筋の感覚をつかめると、股関節の効果が、感覚がより高まるという相乗効果もありますので、股関節の感覚を高めたら、その状態で、もも上げ、大腰筋までね、トレーニングしていただくことで、よりね、股関節の感覚を高めやすくなります。で、これ、歩きながらやってもらう理由としては、まあ、さっきね、バランスと一緒ですね。とにかく、軸足側の力みを作りたくないっていうのが一個ポイントになります。どうしてもね、もも上げしようとすると、軸足をグッてロックして、こっから足を上げてしまう。こう、重心移動させてから上げるみたいな風になりやすい。こう、シフトして上げるみたいになりやすいんですけども、中殿筋牛みたいなね。これやってしまうとですね、上げる側の股関節の感覚ってめちゃくちゃぼやけてしまいます。こっちの軸足側の感覚に持っていかれてしまって、こっちのね、きれいに大腰筋とかですね、股関節の動き出なくなってしまいますので、歩きながら軸足の力みできるだけ出さないようにして、上げていくと。歩きながら軸足の力み出ないようにしてみてください。まあ、歩きながらにすることによって、こう踏ん張る感覚をね、ちょっと減らすことができますので、どん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 ね、前に歩きながら、もも上げして、股関節の感覚をぜひ掴んでみてください。いかがでしょうか？いけたらですね、大腰筋まで入ったら、ちょっとね、動いてみてもらうと、体のね、バネが増えたりとか、もちろんね、キックの動きがね、すごく大腰筋からやりやすくなったりとか、まあ、体幹効いてきたりとかも、股関節によって影響出たりとかしますので、パンチの動きとかね、他の動きですね、ボール投げる動きとか、まあ、いろいろと良くなったりしますので、いろいろ試してもらって、股関節の感覚、あ、なんか良くなったかも、みたいな感じを、ぜひね、掴んでいただければなと思います。はい、いけましたでしょうか？股関節はですね、まあ、スポーツにおいて、すごくね、重要とされている関節だと思うんですけども、どうしてもね、ストレッチとかね、開脚とか、そっちばっかりにですね、どうしてもニーズがいってしまって、実際の股関節の感覚を高めるっていうところがですね、どうしてもないがしろになってしまいがちです。しかも股関節の感覚を高める練習っていうのは、割と日頃からやってないと、練習の時だけちょっとやるってぐらいではなかなか高まらないもんだったりしますので、まあ、ちょっとした空き時間でいいので、この8の字に動かす練習ですね。大きく動かさなくてもいいです。もう最初ちっちゃくてもいいです。もう絶対8の字に動いてなくてもいいです。もうちょっととりあえず8の字に動かそうとする気持ちですね。それをやっていただくと、自然にですね、動いてツル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 動くようになってきますので、そうしたら、股関節の感覚が高まって、大腰筋も使いやすくなってきた、みたいな感じになってきますので、ぜひですね、ちょこちょこ隙間時間でいいので取り組んでいただければなと思います。はい、ということで、今回の内容をここまでされたこうと思っております。フィルム全体ですね、インスタグラムや X もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールのも営業してますので、体の秘密もっと詳しく知りたい方はですね、概要欄の貼ってますので、まずは覗いてみてください。また、ユーム世代自身は大阪にありますので、体のことね、興味がある方はですね、マニアックな話、結構こういう体のね、ことを結構知りたいな、みたいな方はですね、ぜひともですね、会いに来ていただければなと思っております。お会いできることを楽しみにしております。はい、ということで今回は以上です。まさにもご視聴いただき、ありがとうございました。